ホームローラーで全ての箇所を1分ずつほぐしていきます。全く同じフォームでやるより自分が気持ちよく感じるようにやってあげてください。テクゴー。まずは首のコリをゆっくりほぐしていきます。このように首の下にホームローラーを置きます。ゆっくり左右に顔を動かし、首のコリを少しずつほぐします。たまに顔を上に上げることで後頭部の下部分もぐっと刺激されて一緒にほぐすことができます。気持ちいい程度に圧はかけすぎず行いましょう。スマホやパソコンを長時間見ている方は首周辺の血流が滞っていたり、首や肩の筋肉が緊張することで首こりの症状が出てきます。リンパの流れが悪くなると痩せにくい体質になってしまうので放っておくのは要注意です。ホームローラーでほぐすことで血流を促進させ改善することができるので、まずは首こりを治してあげることが大切です。13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1。2つ目は胸椎リリースで肩こりや猫背を改善していきます。肩甲骨の下にホームローラーを当てます。動かさず少しずつ圧をかけていってください。この時、頭の下に枕などを挟まないと背中に圧がかかりすぎてきつい体勢になってしまうので、枕やクッションを挟んで頭の位置を上げることをお勧めします。胸椎は上半身の中心となる部分なので、これをすることで姿勢が整ったり、体のコリや疲れをケアしてくれて運動のパフォーマンスが上がります。そうすることで痩せやすい体づくりにもなるので、こういった基本となる体のほぐしも普段のトレーニング前に取り入れるとさらに良くなるので、ぜひやってあげてください。15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1。3つ目は背中リリースでさらに正しい姿勢を作っていきます。ホームローラーの上に背中を乗せるように仰向けになります。そしたら手をクロスにさせ、軽く胸の上に置いてください。その後ヒップを上げて上下にローラーを転がせます。基本的には背中から腰あたりまで大きく転がすんですけど、凝ってる部分に当てて小さくコロコロ転がすのもありです。このリリースがしんどかったり痛すぎる場合には、上数を縮めたり、2つ目にあった胸椎リリース、ヒップを浮かさずに背中に圧をかけていくやり方をやって慣らしていってあげてください。これを続けることで背中の3分の2を覆っている大きな筋肉、広背筋が刺激されて、コリや猫背が改善されるので、正しい美しい姿勢を作ることができます。そうすることで痩せやすい体を作ることにもなるので、積極的に行ってあげましょう。5、4、3、2、1。4つ目はお腹の筋膜リリースでくびれを作っていきます。ホームローラーを横向きに置いたら、くびれに当たるように体を乗せます。そしたらそのままコロコロ転がしていきます。自分が痛気持ちいいくらいにするのがベストなので、圧の調整をしながら痛すぎない程度にやってあげてください。初めてする方やったり、慣れていない間はゆっくりのペースでいいので、映像の光に合わせるというよりはご自身のペースでやってあげるのが大切です。この時、息を止めずしっかり呼吸をしながらやってあげてください。あと、動きとしてはくびれ部分だけじゃなくて、前や後ろにも少し体の角度を変えながら転がしてあげると、腰周りのむくみがほぐせてすっきりしてくるので、そのやり方も取り入れながらやってみてください。15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1。では続いて反対側も同じようにやっていきます。先ほど言ったポイントを踏まえて転がしてあげてください。まず、痛気持ちいいぐらいにするのがベスト。そして、ゆっくり自分のペースで転がしてあげること。その時、息は止めずに呼吸はしっかりしてください。
最後に、くびれ部分だけではなく、体の角度を前後に少し変えて転がしてあげると、腰周りのむくみが取れてスッキリしてくるので、そこの意識も大切に。ってことで、残りの時間もゆっくり頑張ってほぐしていきましょう。15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。5つ目もお腹リリースでお腹痩せをしていきます。フォームローラーを横向きに置いた上に腹筋を乗せます。そしたらそのまま転がしていきます。この時、痛みが強くてしんどい方は、動かさず圧をかけるだけでも大丈夫です。慣れてきたら少しずつ動かしてあげてください。このリリースは特に息を止めがちになるので、しっかり呼吸をすることを忘れず意識しながらやることが大切です。映像の光は下っ腹に当ててるんですけど、自分が下っ腹が特に改善したかっただけで、腹筋全体に当てることも全然大丈夫です。腹筋全体に大きく動かしたり、ご自身が気になる箇所で小さく動かしたり、範囲はその時々でやってあげてください。14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。6つ目は脇を刺激して二の腕痩せをしていきます。フォームローラーに脇を乗せるように横向きになります。そしたらそのまま上下に転がしていきます。この時の体勢が難しいと思うんですけど、それぞれやりやすいようにしてあげてください。ヒカリは自分でこの映像を見て、イモムシにしか見えへんって、これは見せられへんって思ったんやけど、トレーニングしてる時ってそんなもんよなって思い込ませました。はい、ほんで脇の下のリンパをほぐしてあげるように、痛気持ちいいくらいにコロコロしてあげてください。この脇のリンパをほぐすことで二の腕痩せの効果があるので、しっかりほぐせてるか意識しながらコロコロすることが大切です。ちなみに脇だけじゃなくて二の腕部分もコロコロしてあげると、さらに引き締め効果があるので、二の腕が気になる方は脇が終わった後に腕のリリースをしてあげることをおすすめします。7、6、5、4、3、2、1。では反対側も同じようにやっていきます。このリリースは特に難しいこともなく、脇のリンパをほぐすように意識するだけなので、脇にしっかり当たるように転がしてあげてください。これが最後のリリースになるので、残りの秒数が終わったら今日のリリースは終わりです。あともう少し頑張って一緒にほぐしていきましょう。15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。トータクチでね。どうもー、ヒカリアでーす。ということで、一緒に頑張ってくれた方、お疲れ様でした。前回の筋膜リリースの動画は下半身、主に足痩せをやっていたんですけど、今回は上半身もやっていきました。で、前回の動画で早速買って一緒に頑張ってみたとか、やった後すっきりしてポカポカになったとかいうね、感想を共有してくれて、ほんまにありがとうございます。めっちゃ嬉しかったです。ちなみに前回の動画でも言ったんやけど、筋膜リリースってやり始めはめちゃくちゃ激痛なんですよ。もう誰でも痛みがあるもんなんですけど、その痛みがなくなるまで細くならんっていう気持ちでやるのが大事なんで、みんな痛いかもしれんけど、まあ無理しやん程度にね、一緒に頑張ってほぐしていきましょう。今
回上半身の中でも、まあ、背中、腕、お腹とかいろんな部位をやったんやけど、一日やるのがしんどかったら今日はもう背中の日とか今日お腹の日っていう感じで部位別にやっていくのも全然ありなので、無理せずにやっていってみてください。では今回も最後まで見てくれた方ありがとうございました。よかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録、あとは概要欄のチェックもお願いします。せーの、ほんならね、バイバイ。